会計士税理士の白岩です。静岡市内で白岩会計事務所という会計事務所の代表を務めております。今回はですね YouTube の動画について、お話ししたいと思いますが、この動画で、大体500本の動画をアップしました。 YouTube にアップした動画の500本ですね。500本、2015年2月ぐらいから、本格的に動画をアップし始めて、やっと500本たまった感じですかね。アップすることができました。で、 YouTube マーケティングというのがあるんですけども、まあそれがいいよというのをお聞きしたのはいつぐらいかな、2月ぐらいに聞いてポツポツやって、この夏ぐらいからかなり本格的にアップをしています。で、やはり営業的なメリットが大きいよということでやってみて、今後反応が出てくると思います。YouTube マーケティングいいよと聞いて、ノウハウは世の中に出回っていると思われますけども、なかなか実践する人がいないそうですね。100人聞いて、実際動画アップするのが5人で、続けるのが1人という感じで、で500本もアップする人はもう100人に1人もいないという感じなので、よっしゃ100人に1人なったぜ、それ以下1000人に1人かもしれないなみたいなこと思うんですが、多分静岡市内ですと動画をアップしている人は、まあ多分一番かな、もう一人いらっしゃるかな、あれは藤枝市の整体院の方なので、静岡市内だと多分一番じゃないかなと思います。で、税理士としても YouTube だと1本かなと、1本じゃない、1人が一番かなとちょっと思います。まだきちんと調べたわけじゃないですが、税理士で500本上げてる人はなかなかいらっしゃらないんじゃないかなと思います。よっしゃと思います。コツコツした努力というのが得意で好きなので、まあ、全然苦ではないんですけども、まあ、今後どうしようかなと、500本超えて500本でやめるつもりはないので、1000本2000本というのを目指していきたいと思いますし、YouTube マーケティングでうまく成功したいですよね。成功して成果を出して、それをお客様に伝えることが目的だと思っています。こうすると、まあ、大変ですけど、500本も上げると大変ですけど、きちんと売上になって戻ってきますよというようなことをお伝えして、お客様の売上アップに貢献できればいいかなと思っておりますので、その実験台として自分がやっておりますが、きちんと成果を出してそれを普及させてお客様の利益になればいいかなと思っております。ぜひご覧いただければと思いますのでね、チャンネル登録なんかもしていただけると嬉しいです。